皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日はこちらの使い切りコスメを紹介していきたいと思います。前回紹介してから多分3ヶ月ぐらい経ってると思うんですが、夏場にね結構使い切ったものとかも多いので、クールミント系とかが若干多い感じなんですけど、毎回楽しみにしてますという声も多いので紹介していきたいなと思います。それではスタート。はい、ではまずは毎度恒例のパック系からいきたいと思います。でも過去に紹介してしまっているルルルンパックとかは、まあ何度も何度も使ったりもしているものもあるので、ちょっと省かせていただくんですけど、ここ最近新しく使っていいなと思ったものたちを紹介していきます。夏限定のルルルンパックです。これは7枚入ってるタイプのものなんですけど、夏限定ってだけあってサボリーノみたいにすごいシャキッとするスースーするものでした。これもね夏場に使っていたので、お風呂上がりねスッキリしてとっても気持ちよかったし、私ルルルンパックの中でも合う合わないがあるんですけど、こちらのパックは全然ねヒリヒリとかを感じずに使うことができました。これはね以前も紹介したんですけど、このルルンパックは未だにね何回かこの前回の使い切りコスメからの間でも使っていて、昨日ね使ったので取っといておいたんですけど、本当にこれはね厚みもしっかりしてるし、肌がね綺麗になるのを感じていて、今日のね朝の化粧塗りがすごく良かったので、このパックのおかげかなと思います。すごい白っぽい乳液系のパックなんですけど、しっかり保湿されるので、もしもね京都とか関西方面には多分売ってると思うので、これは本当におすすめするパックです。こちらのサボリーノの爽やか果実のスッキリタイプです。これはちょっと前に買っていて、最近はね拭き取りシートを使う率が高くて、サボリーノを使うウヒとねこう交互に使ったりするので少し頻度は減っているんですけど、変わらず今もね常備して使っている朝用のマスクです。これはスッキリタイプだったので、ちょうどね夏に使ってたっていうのもあって、すごい爽やかな感じだったし、これはずっと最初の初期の頃から売られているものかなと思います。枚数はね32枚入っていて、今なんかボタニカルのものを使ってるんですけど、その方がこれに比べて少ししっかりしていて、こっちの方がねペラペラではないんですけど薄さを感じました。変わらずねサボリーノは大好きで今も使っています。こちらの私の綺麗日記のシトラスクールミントマスクです。でこれも夏場にめちゃくちゃ使っていたものです。そしてね視聴者様からお手紙と一緒にこのねクールミントマスク一緒に送ってくださる方がすごく多くて、たくさん何度も使わせていただきました。ありがとうございます。このシリーズは本当に夏にぴったりなスースーする爽やかなパックで、まあ、私の綺麗日記は本当にね私も気に入っている、肌も保湿されてしっかりねプルプルな肌に仕上げてくれるし気に入ってるんですけど、だんだん寒くなってきたのであれなんですけど、来年の夏またねこのシリーズが出てたら使っていきたいなと思っております。こちらのクオリティファーストのクールのやつもめちゃくちゃ良かったです。やっぱねクオリティファーストって1枚1枚がしっかり厚みがあって、それがねやっぱいいなと改めて思いました。で今年そう考えると、なんかこういうクール系のパックがなんか今までによりも多く出ていたような気がするし、うん、こんなになんか毎年たくさんねスースー系のものって出てたかなって思うくらいクール系のパックは試させてもらいましたが、お風呂上がりにはぴったりな気持ちよさだったなと思います。あとはお気に入りでも紹介したんですが、こちらのパックですね、デコアージュの顔からデコルテにかけて一気にねパックできるものです。これは本当に良かったし、11月にまた大事な予定があるので、その時の前の日にはこのシリーズでもう一つお家に置いてあるものがあるので、それを使いたいなと思っています。首元もすごく綺麗になるのでおすすめです。こちらです。10枚入っているパックなんですけど、しんのすけマスクの10枚入りのものです。お米のマスク、エキスの入ったマスクみたいです。でこれを使ってね私が思ったのは、お米のマスクって売られてると思うんですけど、それにめちゃくちゃ似てました。容量も普通だいたい7枚とか5枚入りとかが多いんですけど、10枚入っているし、シート自体も全然ペラペラ、10枚だからといってペラペラな感じもなくてもちもちになったので、やっぱねお米のシリーズってやっぱ肌に、私の肌に合ってるのかいいなっていうのを改めて感じました。これね見たことなかったので、地方限定なのかなちょっとわからないんですけど、乾燥肌さんにもいいって書いてあるし、とっても
良かったです。ありがとうございました。パックはそんな感じです。スキンケア系も結構あるのでザザザと紹介していきたいと思います。じゃん、こちらは2本目の使い切りになります。シロジュンプレミアム薬用ジュレ状美白美容液です。これは夏場に2本使い切りました。で本当に先ほどのパック同様にこれはスースーしてくれるタイプで、夏本当お風呂上がり汗かいちゃうと思うんですが、これをするとすごいスッと汗が引くというか、体に塗るとねひんやりしてくれてクールダウンしてくれるし、プラス美白美容液ってことだけあってシミそばかすを防ぐことができて愛用してました。こちらの無印良品の導入化粧液とこちらの敏感肌用薬用美白美容液です。こちらは無印のシリーズなんですが、先日無印良品購入品の時にもねこちらを買っていたので、まあ継続して使っているものなんですけど、もう安定してずっとねこちらの2つは使っております。じゃん、これもねリピートして使っています。パフィーポットのマイルドピーリングパッドです。でこれは拭き取り化粧水と呼ばれるもので60枚入っているパッドタイプなんですけど、まだ匂いがするんですが本当にねいい香りがするんですよね。なんかグレープフルーツだったかな、グレープフルーツ系のすごい爽やかで甘い香りがするので、私は朝基本的に使ってるんですけど、汚れとかもしっかり落としてくれるし、最近なんかやっぱ季節の変わり目なのか肌がごわつくことが多いんですけど、ザラザラ感とかもつるっと取ってくれるのですごく気に入っていて、これは2個目リピートしています。面がねボコボコしているからかしっかりね肌をつるっとしてくれるのでとっても気に入っています。センカのパーフェクトホイップのコラーゲンインのピンクのタイプです。センカのパーフェクトホイップは去年の冬頃に企業案件でやらせていただいて久々に使ったんですけど、そこからパーフェクトホイップのもちもちの泡に本当にハマってしまっていて、常に家にストックというか常備するようになった洗顔料になりました。で今は、また戻って青のタイプのパーフェクトホイップを使っているんですけど、泡がもちもちで洗ってる感を感じられて大好きな洗顔料です。今とりあえずねこれ振りまくって使ったんですけど、今紹介したので今日の夜こちらをねチョキッと切って使って処分したいなと思っています。もうこれ何回も出てるんですけど、デュオのザクレンジングバームです。今もうこれ使い切っちゃって新しいものを開けて使ってるんですけど、デュオのクレンジングバームねこのパッケージじゃなくなってすごいねもうちょっと薄くなりましたね。パッケージが内容量は変わってないと思うんですけど、少し文字の感じとかもリニューアルされていて新しく進化してたんですけど、まだにずっと家には置いてあるクレンジングの一つです。クレンジングウォーターを使ったりとか、あとはオイルを使う時もあるんですけど、一番手を出してしまうクレンジングの一つかなと思ってます。そして残りまだ数点あるんですが紹介していきます。こちらです。メディテーションバスアルファ 700ml 約28回分の浴用化粧料を使い切りました。去年のアユーラのクリスマスコフレを買って出会った入浴剤なんですけど、それで気に入ってこちらのね原品というかちょっと大きいサイズをゲットして使い切りました。風呂の湯船夏場ねあんまり使わなかったので使う頻度が減ったのと、いろんな入浴剤をこう毎日楽しんで、冬場とかは特に毎日楽しんでたので使い切るのにすごい時間がかかってしまったんですけど、これは本当に本当にいい香りで、今もね香るんですけど本当に素敵なねいい香りがするので、プレゼントとかにもいいかなと思います。私はね今年もアユーラのクリスマスコフレ頼んだので取りに行くのがすごいワクワクしています。こちら夏場にとってもよく使っていたレセナの制汗デオドラントです。これ私が紹介して買ったっていう方とかも多くいらっしゃって、で私はねやっぱりこれが一番私的にこの夏も汗を止めてくれるなって感じたものだったので、最近はねあんまり使わなくなったんですけど、また来年の夏場もね使っていきたいなと思ってます。続いてはコスメなんですが、キャンメイクのマットフルールシェーディング01番です。こちらを使い切りました。で今はもう新しいこの同じものを開けて使っております。キャンメイクはシェーディングが結構あると思うんですけど、この色が一番ナチュラルで私的には肌に合うなと思ってます。このマットフルールシェーディングはねいろんなカラーを混ぜるものなんですけど、シェーディングでも
1個だけ色バーンってやつは私にはね結構色が濃く出ちゃうので、このシリーズがね一番ナチュラルで私は使いやすいなと思って使っています。これは使い切りではないんですけど、結構時間が経ってしまったのと新しくファンデーションを購入したので、今回はこちらでありがとうと意味を込めてさよならしたいなと思います。 RMK のジェルクリーミーファンデーションです。でもね残りもあんまりないので結構使ったんですけど、これはね買ってから時間が経ってしまったのと、先日 RMK のクリーミーファンデーションの方を購入したので今までありがとうございましたということで処分したいなと思います。でこのシリーズはすっごい有名だし使ったことがある方も多いかなと思うんですけど、保湿力もあるしカバー力もあって有名なだけあっていいファンデーションだなと思います。私はね RMK はこのジェルクリーミーファンデーションと、もうちょっとナチュラルなリクイドファンデーションと、今はもうちょっとカバー力と保湿力の強いクリーミーファンデーションを使ってるんですけど、どちらの良さも兼ね備えていて、程よいツヤ感と程よい保湿感があるので、そこまでナチュラルじゃなくてカバーもしたいよって方だったらジェルクリーミーファンデーションが一番使いやすいのかなと思います。リクイドファンデーションだとね結構ナチュラルめなのでそんな感じがしております。はい、ということで今回は使い切りコスメを紹介させていただきました。ちょっとパックがやっぱなんだかんだいろいろ新しいものとかも使ったりするので多くなってしまったんですけど、何かね試してみたいなってものがあったら皆さんもぜひゲットしてみてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、あとインスタ、ツイッターもやってますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではバイバーイ。